皆さんこんにちは、こまりなカフェの白尾です。だいぶ暑くなってきたのでアイスコーヒーをメニューに加えました。あとアイスティーもね、今日は試作して美味しい、アールグレイのアイスティーができるようになりました。今日は一ついちごのタルトが残ったのでこれを食べたいと思います。すごくね、食べるの難しいと思うんだけど、みんなどうやって食べてるのかな。やっぱりフォークをこう入れますよね。ちょっと崩れる。タルト生地とアーモンドクリームとカスタードといちご、これをね一緒に食べたいですね。崩れるけど、なんとかいちごも一緒に食べた方が美味しいと思います。うん、美味しい。来週もいちごのタルト作りますのでぜひ来てください。美味しい。甘酸っぱいいちごと、甘さ控えめのカスタードと、下のタルト生地がすごく美味しい。秋になったらこの小さい感じで洋梨のタルトを作ろうかな。ちょっとタルト生地作ったりねするのが大変なんだけど、まあ少し量を多くして生地を冷凍しとけばね、毎回作ることはないと思うので、秋は洋梨のタルトを作りたいな。うん、美味しかった。2個ぐらい食べられるかも。残ったケーキを食べようと思います。このお皿、春になったので出してきたんですけれども、これもお菓子教室の時に使っていたお皿です。意外とフォークで食べられますね。下の生地がしっとりになって、またそれがねいい感じです。中くらいのいちごだと5つぐらい乗って、ちょっと小ぶりのいちごだと6つぐらい乗りますね。こんな感じで食べましょう。おいしい。皆さんね、帰るときね、おいしかったですってね言ってくださるんですけども、まあそのおいしかったですっていうのを、本当においしい場合おいしかったです言ってくれるのかな。でも私も飲食店に行って、おいしかったときはおいしかったですって言いますね。だってあんまりおいしくなかったらわざわざおいしかったですなんて言いませんよね。だから素直に美味しかったんだなって思いますね。今日は古民家をやっぱり改装してお店があるって検索したら出てきたので、そこに行こうと思ったら全然たどり着かなくて、あと2分とか3分ってナビでは書いてあるんだけども、全然たどり着かなくて結局諦めました。そしてせっかく高崎市内の方に行ったので、蔵みたいなね、お家が食堂っていうのがカフェみたいになってるところもあるんですね。そこの前は何回か通ってて、ちょっと気になってたので、よし今日は寄ってみようと思って、その前を通って、駐車場も空いてたんですよね。ただ駐車場がこうお店があると斜めにこうに入る感じで、すごい狭いんですよね。 3,4 台この斜めのところに入れるんだけど、一番奥は入れないと思いますよ。私止まってるのが1台だけで、一番手前に止まってるんですね。で、私その次のところに全身で入ろうと思ったんだけど、いやいや待てよ、これで全身で入ったら出る時にここにすぐ大通りですから出らんないんじゃないかなと思ったんです。そんなに激しい通りではないんですけれども、で嫌だなと思って歩道の方に前進して、でバックで入れようと思ったんだけど、やっぱりこの最初の車がネックになって入れないんですよ。それでもうやめようと思って諦めて、歩道の方からそのメインの通りに出て帰ってきました。で結局は自分でお昼を作って食べました。今日は朝から確定申告をやってます。で雨がねちょっと降ってるんですけれども、なんか午後は止みそうですかね。ちょうどいいお湿りになって、本当は今日は午後はジャガイモ植えをやろうかなと思ってるんですね。
ね。なので早めに確定申告を終わらせたいと思います。まあ簡単には終わらないと思いますけどね。今3時45分なんですけれども、これから庭にねジャガイモを植えようと思います。今日は昨日と違ってすごく寒いの、風もあって午前中雨が降ったんですけど、午後は雨が上がりました。ここのところにジャガイモを植えようと思います。こんな短いところ、もう今まですごい大きな畑でジャガイモを植えてたんですごく大変だったんですけど、もうこんなところに2列に植えるぐらいなんですぐできると思います。紐がないな、紐3列ぐらいはできるかな。リンゴのシフォンケーキを焼きました。久しぶりです。卵4個で作りましたのですごいボリュームですね。